なんですか、コンドミニアム。コンドミニアムの値段とか価格ですね。あと治安の良さについて、ご質問いただいてます。治安については、何度もお伝えするようにですね、心配することはないレベルですね。そもそもマニラのですね、フィリピンの首都マニラのですね、マカティっていう、ビジネス街があるんですけども、ここはですね、ハワイよりもですね、治安がいいっていうふうにもうデータが出てるんですよね、統計が出てるので。その中でもボニファシオっていうのはもう本当に、富裕層しか住まないというところなので、当然治安いいのかなと。コンドミニアム価格ですよね。数千万とか億のものもありますし、もうこれはもう本当に東京と、日本と同じぐらいなのかなというレベルですよね。ただ南国で住みやすくて、それ以外の物価が安かったりするので、僕は東京で買うならこっちかなと思います。海外移住のですね、お主体方からのご質問ですね。スマホでできるネット